浅井いつき先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生なんて言われたことないんでね違和感しか感じない。浅井先生よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。ご出身は広島ではないんですよね、はい。出身は富山県ですね。ドラフトで、カープに指名してもらってで、そこから、現在、まあ、50歳なんですけど、広島にずっと、はい、住んでますね。言葉ももう広島ですか？ああ、正直はね、ジャケとかは使ってないんですけど、ああ、イントネーション的なところで言えば、こう広島弁が出てくるのかなとは思うんですけど、ね。カープに入団して広島に来られたということは、うん、最初はじゃあ大野寮だったんですよね、その当時も。そうですね、一軍にその後上がる一軍の選手になるんですけど、それまでは、当時大野町ですね、うんうん。大野の何かこう思い出とかエピソードとかありますか？もう30年ぐらい前ですかね。だから今よりも本当何もないって言ったら失礼なんですけどまあ本当ね、野球に集中するできるような環境ではあったんですけど、まあ、その中でゴルフのね練習場があったんですね。あと、それと隣接して、まあ、ショートコースですかね、そこにまあこう休みの日は気晴らしに行ってたりしたんですけどね。隣に秋グランドホテルってあるんですよね。あそこの地下に、まあ、居酒屋さんがあって、お好み焼きも焼いてくれるんですよ。まあ若かったんでね、晩ご飯を食べて3時間ぐらいするともうすぐお腹空いちゃうんですよね。ですからね、よくそこを利用してましたね。はい。女子野球タウンとして認定されたのは広島県では廿日市市と三次市。そうですね、2つの市ですね、うん。でも浅井先生は具体的にどういった活動をこれからされていくんですか？廿日市であれば最高校とか、今度できるクラブチームなんかもありますけど、訪問していって選手と一緒に、汗を流せればなというふうには思っていますね。女子野球とつながりみたいなものはあったんですか？いや、正直なかったですね。で、去年そのアンバサダーっていうお話をいただいて、本当恥ずかしい話、そこに至るまでもちょっとほとんど女子野球っていうものを頭の中ではなかったっていう。実際にその男子野球と女子野球、うん、どういった違いがありますか？関わられてみて感じたこと。女性の方がね、体の使い方が上手なんですよね。まあ、バッティングなんですけど、全身を使ってこう打とうとする、そういうのを見た時にこう、まあ、同世代の男の子たちにはちょっとないような、体の使い方っていうのが女性の方ができてるのかなっていうふうには感じましたね。それは指導してみて初めて気がついたってことですよね。そうですね、もう目の前でっていうかね、直接、まあ、ティーバッティングって言って、まあ、近くでトスを投げて、打ってもらうんですけど、例えば強く打ちたいとか遠く飛ばしたいっていうので、まだまだ力が弱い部分もあるんですけど、でもそうやって強い打球を打ちたいとかっていうのが、そうやって体を全部使うようなことをさせているのかなっていうふうに感じましたね。本当上手に使うんですよね、体をね。こうおおっていうふうにこううなってしまうようなプレーを見たりするってことですね。思います、思います。本当にね、野球ファンの人だったら新たな発見あるんじゃないかなっていうふうに思いますよね。
まず一番最初に感じたのが本当にね楽しそうにやってるんですよね本当女の子っていう人たちがもう集まってワイ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 ね楽しそうに野球やってるの見て、まあこっちもね見ててそれだけでもなんか楽しくなっちゃいましたよね。ねえ、その佐伯高校の女子硬式野球部にこう何か期待することとかありますか？昨年ですよね、大会が始まる前に訪問する予定だったんですよ。それがあのちょうど災害があって、ちょっと行けなくなって、頑張ってくださいってことを伝えたかったんですけど、まあ伝えられないまま大会が始まって、いざ始まってみたら1回戦でね結構な大差でちょっとね敗れてしまったんで、それがすごく、自分の中でも心残りだったもんですから、なんとか、また今年ねちょっとでもねなんか力になれればなっていうふうには思ってますし、で当然あの頑張って楽しんでっていうことを伝えたいなと思いますよね。20日市サンブレイズはどんなチームになりそうなんですかね？接触はしてないんで、その中の何人かにはお会いしたんですけど、クラブチームなわけですからね、当然彼女たちもそうですし僕もそうですし、求めるものが一個上にっていう風に、まあ、接する機会があれば、そういうふうにまあ指導させていただければなというふうには思いますけどね。なんか今まで野球って、まあ、男性がメインのスポーツというかそういう印象があったんですけど、なので小さい頃野球を経験してもなかなか続けることができなかった女性もそういう活躍できる場が増えるっていうのは嬉しいですよね。そうなんですよ、それがね本当一番でね、やはりこうやりたくてもやれる環境がないから、やめなきゃいけないっていう、それで諦めてる女の子たちがすっごく多いんですよね。ですから高校の女子野球部だったりも増えてほしいし、そしてその後に今のようなクラブチームがあったりとか、まあ何十年先になるか分かんないですけど、本当またね女子プロっていうのもね、よりね上ってやっぱ目立つことがあれば、当然続ける人も多くなるだろうし、そうなれば当然レベルも上がってくるだろうし、まあ、どのぐらい先の話かわからないんですけど、まあ、今はもうね携わった以上は一緒になってそこを目指して、やっていきたいなというふうには考えていますね。女子野球で、ね、盛り上がっていく20日市見るのも楽しみですね。女子野球ってものがよりねこう大きくなる上でスター選手みたいなものが生まれることも一個重要なのかなと思うんですけど、スター性を感じた人とかってどんな人がいるかなって聞いてみたいです。汗を感じたのは、ビッグボスですよねいや、新庄監督はね同級生なんですよ。本当若いというか知ってますから、まあ確かにその時からねスター性ありましたよね。どんなふうにスター性があったんですかね、ビッグボスは。まあまずこう能力的なことで言えばもう肩が抜群に強いし、でまあね、今顔もちょっといじってますけど、もともと男前じゃ男前ですからね、それでスタイルもね細マッチョと言いますかね、スラッとした感じだったんでね、まあモテるだろうなと。せっかくなのでカープの選手で、じゃあ浅田さんがうわこの人はすごいな、スター性感じるなっていう選手は。だからね野球技術だけで言ったら、これも同級生になるんですけど、前田智則です。僕がまあこの今33年この世界で一番ですね。どのあたりが技術、体で言ったらね僕よりもね一回りぐらいも小さいんですよね。それでも飛距離はほとんど変わらないし、それでいてこうバットのね芯で捉える確率って言ったらもうまあとてもじゃないけど及ばなかったですね、その18歳の時点でね。伸びる選手の要素みたいなものってどんなところだったりするんですか？
もですね、はい、コーチっていう立場の人たちは絶対その選手に上手になってほしいからアドバイスをするわけですからね。それをやってみる、受け入れてみる、その素直さっていうのは、必要ですよね。あとはこれ真反対なんですけど、頑固さも必要です。芯の部分は絶対持っててほしいんですよ、自分の中でね。その中でいろんな人がアドバイスくれるのをやってみる、その 100% 言われることの 100% じゃなくて、言われる中の 50% だけでもやってみようかなと、その、トライしていく、うん、そういう素直さっていうのはある程度必要かなっていうふうには思いますよね。頑固な素直さですね。これ言ったらちょっとあれなのかな、僕は1日の練習を腹八分で終わるんですよ。そして明日にちょっとこう、なんていうんですかね、自分の中でこうやり尽くさないで、明日これやってみようをちょっと残すんですよ。そしたら明日が来るのがすごく楽しみになるじゃないですか。今日気づいたも明日にもう持っていくみたいな、そういう感覚で早く明日練習したいな、したいなっていうして、これができなかったじゃなくて、それはもう残しておこうみたいな気持ちにする、うん、まあ一日の中で、まあ、要するに明日何をしてみようと、そしたらちょっとワクワクするじゃないですか、明日がね、うん、もうバッティング始まって3分で、あ、ダメだと思う時もありましたけどね。まずは見に行ってもらいたいですね。で、見られることによってやっぱり選手もいい意味での緊張感を持って、することができると思うんで、まずはファンの方に、足を運んでもらうっていうのが、一番お願いしたい部分かなと思いますね。多くの方来ていただきたいですね。そうですよね、うん、はい、そういう意味で町が応援してるっていうのはいいですね、うん、いいですね、うん、本当八日市全体でね、こう八日市が盛り上がるんだっていうね、その代表がその、まあ、今度のサンプレイズだったりね、うん、っていう、うん、っていうことがすごく、まあ僕ら携わっていく人間としたらね、嬉しいことですね。そのスポーツの街として例えば八日市が機能するためにもっとこういうところがあったらとかっていうのは、その浅井先生の例えば視点からは何かありますか？今いろんなスポーツ増えてきてるじゃないですか。正直僕らの頃ってね、野球かサッカー選手になるのもなかなか夢を持てないような時代だったわけじゃないですか。それが今はね、こう野球もサッカーもバスケットボールも、それこそスケーボーとかね、そのスポーツの選択がすごく増えてきてるじゃないですか。やっぱりそういうスポーツができる環境がたくさんやっぱりあってほしいですよね。やれる場所がないとか、うん、ここは危ないからやっちゃダメとか、うん、そのためには専用、まあ、でもなかなか、ね、大変なことなんでしょうけど、その施設をねたくさんこう作ってあげることができればいいのかなとは思うんですけどね。本当大変なことだとは思うんですけどね。もう浅井先生もぜひ後押ししてくださいね。あ、もうぜひぜひ協力させていただきます。はい。